皆さんこんにちは。先日行われた全日本選手権で結成3期目で初優勝を狙うカナダ一ペア、村元哉中選手、高橋大輔選手が初の首位発進を遂げました。そんな2人は以前から熱愛中じゃないのと噂されています。また2人は同じ大学だったようで共通点もあるようです。さらにアイスダンスの男女ペアは恋愛関係になりやすく、過去に男女ペアから結婚された選手たちも多数いらっしゃるそうです。そこで今回は高橋大輔選手が結婚しない理由についてご紹介していきたいと思います。まずはじめに高橋大輔選手のプロフィールと経歴から見ていきましょう。本名高橋大輔、生年月日1986年3月16日、出生地岡山県倉敷市、身長体重165cm、60kg。 自宅近くにスケートリンクができたのがきっかけで8歳からスケートを始めます。幼少期は性格が弱く、スケート以外にも様々なスポーツを習っていたそうです。中学2年の時には自身初の国際大会であるスロベニアで開催されたトリグラフトロフィーで優勝しました。全国中学大会では2連覇し、2001年全日本ジュニア選手権を制覇すると、翌年には日本人男子では初となる世界ジュニア選手権も制覇しました。 JOC シンボルアスリート適用選手であり、日本人男子として初めて世界選手権、世界ジュニア選手権、グランプリファイナルを制した選手です。そして日本人男子初のオリンピックメダリストでもあります。高橋大輔さんの残した記録は日本人男子フィギュアスケート界の快挙ですね。しかし2008年10月、練習中に転倒し、右膝前十字靭帯断裂及び半月板損傷という大怪我を負いました。シーズン全大会の出場を断念し、手術を受け、2008、2009年シーズンはリハビリに専念し、2009年8月のフレンズオンアイスにて復帰を果たしました。国際競技会では2009、2010シーズンの10月に行われたフィンランディア杯で復帰を果たし、見事優勝を飾りました。怪我などの影響で2014年の世界選手権を欠場すると、2014、2015年シーズンの全ての試合の出場を見送り、1年間の競技生活の休養を発表します。その後岡山市内で引退を表明し、28歳での現役引退となりました。2014年に現役を引退した高橋大輔さんは2018年に現役復帰されました。そして2020年1月にアイスダンスへ転向した高橋大輔さんは村元哉中さんとアイスダンスのペアを結成し、カナダイペアの愛称で親しまれています。2019年5月11日に放送された日テレ「メレンゲの気持ち」で高橋大輔さんが結婚願望について言及しています。高橋大輔さんは結婚願望について、ないですねと一蹴。理由について尋ねられると、料理もできるようになったしと、以前より自立した生活が送れるようになり、現状に満足しているのだそうです。そして2022年9月12日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか?」にカナダイペアお二人で出演した際には、福岡県博多出身で芸能人も占うほどの人気と実力を兼ね備える占い師木下レオンさんが二人の相性を鑑定してもらう場面もありました。高橋さんはものすごく一途だけど究極のド M 線があるそうで、相手に対してとにかく尽くすタイプとのこと。さらに練習嫌いと告げられ、これには本人もよくやってこれたな、アスリート向いてないと思うと苦笑しつつも深く納得。それとは真逆に村元哉中さんは練習嫌だなと言いながらも練習しないとダメなタイプと告げられ納得。アイスダンスの練習においては2人の気がバラバラだということが分かりました。2人がペアを組んだきっかけについては、村元哉中さんからアイスダンスに興味あると連絡を入れたことがきっかけだそうで、高橋大輔さんは交際している人にしか返信しないというほど
メール不詳にもかかわらず直感が働きすぐに返信。これがきっかけでペアを組むまでに至ったそうです。高橋大輔さんが村元香菜さんとのペアの相性を質問すると、占い師星さんは結婚する可能性はない、高橋さんに結婚願望がない、結婚するのではなくお互い支え合っていきたいタイプ、このように言い当てると、高橋大輔さんにとって図星だったのか笑いがこみ上げました。そんなお二人ですが、先日行われた全日本選手権ではしっかり息を合わせたツイズルやローテーショナルリフトで最高評価のレベル4を獲得。前のめりだったという高橋選手はちょっと鼻息が荒かったかなと笑いつつ、村元選手が確かにゾーンに入っていた感じという集中力で演技を完遂しました。リフトでは制限時間の7秒をわずかに超え、リダクション 1.00 があったものの 77.70 点をマーク。 ISU 公認大会の自己ベスト 79.56 点には届きませんでしたが、全日本では2人にとって初の70点台でフリーダンスへ前進しました。村元選手はいい練習ができていたんですけど、氷に乗った瞬間に急に緊張しちゃって、もしかしたら脳が勝手に感じていて緊張したのかもしれないですけど、ネガティブなマイナスなイメージはなく演技に集中できたとインタビューで答えていて、高橋選手も 100% バシッと2人で息が合った感じと硬い感じもあったんですけど、いい演技ができた、今年のリズムダンスはリズムよくできていて大きなミスは絶対にしない自信がある、あまり変な緊張感はなかったと振り返りました。初出場の20年大会はリズムダンス直前に村元選手が左膝を負傷、北京オリンピック代表の最終選考会を兼ねていた。昨年のリズムダンスでは高橋選手が転倒するなど夢舞台を逃す要因となりましたが、引きずることなどなく3度目の正直へ、自信にあふれてる様子が伝わりますね。グランプリシリーズ第1戦スケートアメリカでも同じ箇所が減点対象となっていて、0コンマ数秒の差で減点になってしまうリフト、高橋選手は体感ではなんですけど日によって、村元選手は最後の調整というか足がつくのが今日はちょっと遅かったのかなと説明しているので、しっかり認識はできているので問題なさそうですね。マリナ・ズエワコーチからは、ショーでは緊張しないでしょう、今日はあなたたちのショーを楽しんできなさい、契約するプーマ社が75周年、プーマのように滑ってきなさいと送り出され、結果を出すことができたようです。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。